ルナはリコネサンスオービターが撮影したルナ23号の着陸地点。左下は拡大写真で A は上昇ステージ、D は降下ステージを表す。探査機は着陸の際に横転して損傷したと考えられている。ルナ23号とは1974年にソ連が打ち上げた無人月探査機である。 無人サンプルリターンを意図していたが、着陸の際に探査機が損傷して失敗した。ルナ23号は、1974年10月28日13時30分に、バイコヌール宇宙基地から、プロトンロケットにより打ち上げられた。探査機は月周回軌道に投入された後、機南の海に着陸した。予定では、月の岩石を収集して地球へ向けて打ち上げる。 はずだったが、着陸の際にダメージを受けたため装置が働かなかった。2012年にルナーリコネサンスオービターが公開した画像によると、ルナ23号は月面に高速で着地した後に横転したと見られている。探査機の通信機能は損傷に耐え、着陸後3日間ほど月面から電波を送信した。1976年8月。 当機の付近に同型機のルナ24号が着陸し、サンプルリターンを成功させた。ルロの撮影した写真によれば、23号と24号の着陸地点は直線距離で 2.3km しか離れていない。2010年5月21日、2010K 級と呼ばれる得意な小天体が地球に接近した。この天体は探査機の打ち上げに使用された後、 太陽周回軌道に投棄されたロケットの残骸である。可能性が高く、ルナ23号を打ち上げたプロトンロケットの第4弾かもしれないと考えられている。ありがとうございます。